こんばんは。それでは今夜はマウント&ブレードウォーバンド、久しぶりにコールトゥーアームズですね。単発編ということでプレイをしていくんですけれども、今回何をするかというと、スキアオジール編でもちょくちょく出ていたこの辺りにいる、どこにいるかな、今どっかいるかな、バルキュリアっていう綺麗なお姉様方がいるんですよ。いた。この軍勢ですね。ちょっとこの軍勢に挑んでみたいと思います。もう一個ここに、この辺のどっかにボルチャ軍団、みんなボルチャっていう、また面白い軍勢がいるんですけど、それをまたいつかチャレンジしてみたいと思います。で、味方は、このような状態ですね。パーティー、今現状考えられる最強の軍勢を集めてみました。民兵5丁、ノルド選抜射手、ハイランダーハスカール、ヨムスハスカール、バリアーグ、ゴシックナイトハッシャム、ロドックフォーロンホープで、特筆すべきはこの方たちですね。選抜兵、ここでは、まあ、かなり強化しているんですけれども、選抜下馬騎士と言いながら馬に乗ってますが、このメインの部隊たちが相当強いですね。スワデヤランサーもいるな。もちろんコンパニオンの皆さんもみんなかなり強いです。バイシュトゥール、ニザール、ロルフ、バートル、マテルド、ユミラ、クレティ、フィレンティス、アライエンですね。どれぐらい強いかというと、今ちょっと、そうっすね。あ、レディ・カラマン。ちょうど、ノルドと交戦中なので、ちょっとその強さをご覧いただきましょうか。私今回何もしません。いやー、なんて勇壮な。かっこいい軍勢なんだ。もう選抜下馬騎士は、この方たちはですね、誰だっけ、スワディアの王様、ラグナール王か。ラグナール王の武器を装備しているので、めちゃくちゃ強いっす。今のところほとんど被害は出てないですね。私は今回、高みの見物で行きますね。いや、この埋め尽くされる青のログ、もう圧倒的と言っていいですね。これは兵力差も多いですけれども、兵力差もありますけれども、何と言っても兵の質が違いすぎる。で、間一髪のところで気候が現れたということで、OK。で、ちなみに、この選抜騎士が装備している、こちらの武器、フルプレートアーマー with クローク、とかは、普通にプレイしてても手に入ることはできないんですよ。王様を捕まえると、牢屋に入れると相手の装備をこう取ることができるんですけれども、あ、ノルド王国が休戦協定受諾しますか。今回はちょっとチートみたいなものを使って、チートみたいなものっていうか、まあチートですね。使って装備を揃えてます。というわけで、この軍勢で、このバルキュリア狙っていきましょう。GO! はい、では、ということで、今、こちらですね、九段の東側で、ようやくバルキュリアを捉えたところです。ちなみにバルキュリアは避けていますね、我らの軍勢を。そのまま追撃しましょう。で、今元帥として部隊を率いてますけれども、
このバルキュリアと戦う際は味方加わってくれません。ですので単独で仕掛けることになりますね。だいぶ逃げていくな。まだ捕らえることはできないか。さあ行きましょう。60機。相手は60機といえど、このお姉様方めちゃくちゃ強いんで、普通に冒険の旅でこのバルキュリアに捕らえられるとまず勝てないですね。お望みのままに死での支度はお済みかな。315名対60名。もうここは全軍突貫でいきましょう。小細工は抜きで頼みましたよ皆様。私も援護射撃をしましょうか。本当に強いっす。さっきの戦いとはもう比べ物にならないかな。一人撃破。おっと、やばいやばい、やばいぞ、これやばい。もう一発で倒せそうだけどな。倒せた？槍でいこうか。動きが速い、乗ってる馬。どういう馬乗ってるんだろうな。もらった。よーし。え？まずいな。馬を失ったらちょっとこれ死を意味するぞ。ありがとう。乗せて、乗せてくれ。いい子だから。よし、OK。なに？おお。やばいな、この馬狩りは。プレイテド。チャー、お、ほんと強いな。どう戦況は。なんかいい勝負のような感じもするが。うわ、うわ。狙いもすごい。多分熟練度がめちゃくちゃ高いと思うんですけどね。馬から落とすか、まず。この馬、ちょっと足遅いな。変えよう。いい馬だが。よし。もう一発。馬から落ちた。危険だね。ナイス。優勢かな。このままちょっと足が遅いな。味方の被害はかなり多いが、これは押し切れるかな。よし、 OK。 まだいる？もう一丁撃ち取ったり。バルキュリア。というわけで撃破ですね。いや、この部隊はいつか撃破したいなと思ってはいたんですよ。まあ、60名対315名。しかもその315名でもまあこれかなり強い部隊ですから、さすがのバルキュリアといえど。お、バルキュリア捕らえてる。仲間になんのかな。え、仲間に なる可能性があるの。おお、ここに黒色槍騎兵と白原姉妹団がいますね。はい、というわけで今回はこの九段方面にいるバルキュリアの部隊と交戦してみました。
クラウダがロドックの手によって落ちて、こんなところまでロドックが進行してきてる。ちょっと珍しいかも。まあ、実際は本当に強いんで、今たまたま勝てましたけれども。インチキをして。これインチキしないで勝てる人いるんですかね？インチキっていうのはこう選抜兵のあの強化ですね。はい、では今回は、バルキュリアですね。バルキュリアとの戦いをご覧いただきました。では、今夜はこの辺で失礼いたします。案内人は青森でした。おやすみなさい。